俺の区間は AWM。 はい、どうも、それです。本日はですね、アップデートやってまいりまして、ガチとかイベントの方始まりましたんで、そちらの方ですね、少し見ていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、早速見ていきましょうか。まずイベントの方ですね、こちらログインボーナスの方が新しく来ているというふうになってますね。さらに1週間分出ているというふうになってますので、とりあえず皆さんね、受け取っておけばいいんかなっていう、ギリギリで受け取れる感じですよね。5、6、7、8、9、10、11なんで、今日からログインし続けないと全ての受け取りはできないというふうになってますから、そこら辺皆さんですね、気をつけておいた方がいいのかなっていうふうに思います。そしてもう一つですね、ガチャの方が2つ追加されたというふうになってますね。まずはドラケン確定ガチャというわけで、こちらの方ですね、追加されておりますね。50回で50回回したらドラケンを持っていなければドラケンが確定と、持っていても確定だったらね、ワンチャンそのチケットを作るっていうことができたと思うんですけれど、そうじゃないっていうね、一応 0.2% の確率でドラケンが入ってまして、実質ですね、一回60金券なんで、3000金券でドラケンを購入してくださいね、みたいな感じの、イベントっていう風になってますね。こっちに関しては、正直、そんな魅力はないかなっていう、僕もあんま引く気はないですね。で、もう一つが、先行で PC の方でも、紹介いたしました、ガチャの方ですね。こちらという風になるわけですね。こちらが、一応ですね、100回回したら、確定で、金額ドルがもらえますよっていう感じの、ガチャになっておりますので、今回はこちらの方ね、ちょっと回してみようかなという風に思いますね。こちらね、普通に、外れの方も美味しくて、オレンジ薬のこのオレンジ重機ランダムパックで、こちらの方がもらえるっていう風になってますので、ランダムですけれど、チケットの方ですね、作れるっていう風に、オレンジチケット作れますから、これもついでにもらいつつ回していけば結構うまいかなと思います。じゃあ早速回していきましょうか。とりあえず回しますかね。10回で必ず新アイテムをゲットと、そうなんだ。毎回？毎10回って言うかな。お、もうこれで、金銃来たじゃん。もうこれで金銃来たじゃん。俺じゃあもういいよ。じゃあ俺もいいわ。もう。僕ここストップです、これで。はい。まさんでいいです。だって、ね、10連でだって RN 出たんやったら、俺だって一番欲しいの RN やけん。いや、もういいです。ストップです。こういうので止めるって大事ですよね。これ神引きでしょ。こういうね、得したタイミングで止めるっていう、止める勇気。止めることによって損しないっていうのは非常に大事だと思いますね。まさか10連目で出るとは思わんかったわ。俺止めるよ。ドラケンもいらないよ。いらんくないですか？必要っすか？ドラケン。ね、ドラケンの何が必要ですか？ドラケンの何が必要ですかって言ったら、ドラケンのこと好きな人が怒るかもしれないですね。一応拡張もあるっていう風になってまして。俺、金チケ使い切っちゃってるからね。前回最後の方にですね、使っちゃったんで、最後の拡張で使っちゃったんで、チケットの余りがですね、ないからですね。あれなんですけれど、ガチうめえんだけど。10連で出た。しかも俺、今回さ、あれなんですよね。金券を消費して回したんじゃなくて、先にこの、得点分の、補給勲章で回しましたんで、実質無料で入手したっていうね、RN94。金枠、やばい神引きや。最後ちょっと軽くですね、少し射撃場の方で見ていきましょうかね。はい。さあ入ってまいりました。こちらの方で見ていきますね。どこだったっけな。また、RN94 と、ね。結構、見た目黒金赤やけどさ、どうやってもかっこいいですからね。あとも、悪くはないよね。全然。裸の成人男性が持ってしまってるんで、ここがどうなんかなとは思うんですけれど。普通に拡張したらもっとかっこよくなるけど、こいつ拡張しなくてもいいな。戦でも普通にかっこいい感じの見た目は。バトルバス AK みたいな拡張前提の見た目ではないんで、あれなんで。なんで結構割といいのかなっていうふうに思いますね。普通に嬉しいな。普通にこれから使っていこうかなと。いうふうに思いました。はい。あと一応さ、RN の方、自分当てましたけれど、当てた後もさ、RN の方って、これ入ってるんかな？ガチャの方に。ガチャ内容には含まれるんだ。確率あるもんね。じゃあ、金チケ作るっていうところで考えても、割となんか、これ優秀なんだね。金の10チケット欲しい人は、これ回してもいいんだ。選べるパックの方からは、どうなんだろう。こっちの方は持っていないやつは選べないっていう表記がないんで、ワンチャン、あと100回回したら確定で金チケ作れるみたいな感じなんだ。それできるんだったらいいよね。実際自分でやっていないんで、そこはなんともですけれど、割となんか、金10チケットだったら、作りやすい。そんな感じの内容っていう風にはなってますんで、してみると、特にですね、僕みたいにその若いタイミングで出た人ってのはしてみるといいと思います。僕はそんな差し迫っ
った金銃チケットが必要ってわけではないんで、しないですけれど。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。船が電動持っているけれど、運転するの怖い。ちなみに、一戦に一回は叱りました。ただの道路でと。まあ、電動の車はね、ちょっと運転難しいですよね。ちゃんとその減速しながら走行しないと叱りますよね。まあ、叱り方が特殊というか、なんか浮き方っていうか、まあ、特にサイドの浮き方っていうのが、まあ、すごい特殊だなというふうに思いますね。まあ、セダンを運転しているというよりは、まあ、カービィのエアライドを運転しているみたいな。これ多分伝わらんかな。うん、今の子たちには。伝わらんと思いますけれど、まあ、それぐらいなんか、ふわふわしているっていうイメージがありますね。まあ、あれも、あれでね、慣れたら結構強いんですよね。逆にふわつきっていうのを活かしながら運転することによって、まあ、普段では曲がれないような道っていうのをうまく曲がれたりとか、まあ、そういうのはあったりしますんで、あいつはあいつで好きですよ。うん。まあ、あとなんか、地面にその接している部分がなんか多いらしくて、デコボコした道とかも、なんかその普通の車やったら途中で止まってしまうところを止まらずに行けたりとか、まあ、そういうところはなんか、電動のいいところやなっていうふうに思いますね。で、次ですね。コッドしていて、コアとか容量重い系アプリはもうちょっと軽量化できるなと思ったと。まあ、そうっすよね。まあ、コッドとか結構ね、クオリティ高いですけれど、まあ、コアコードって、まあ、確かにね、3D のゲームなんで、容量はある程度増えてしまうとは思うんですけれど、まあ、でも使っている容量と出てくるクオリティが合ってないんですよね。そのクオリティのゲームだったらもう少し容量軽いゲームって、まあ、ありますんで、まあ、あるというか、まあ、ね、そっちの方が多いっていうね、そんな感じなんで、まあ、出てくるゲームにしては使う容量がコアコードだいぶでかいなっていうふうにはもう思いますね。ファイルサイズって、まあ、意外と大事だからですね。まあ、一時ファイルとかも含めると端末の中がパツンパツになって、それのせいで、まあ、そのゲームとか、あとまあスマホ自体が動かなくなるってことは、まあ、よくあると思うんで、まあ、そういう部分考えても、まあ、やっぱりあまり容量がでかいっていうのはよろしくない。軽量化できるんだったら軽量化した方がいいんですけれど、これね、まあ、あまりうまく回っていないゲーム企業あるあるで、まあ、新しいものを開発しようとか考えるあまり、まあ、そしてそこにしかもう目がいかなくなってしまうあまり、例えばバグの修正がうまくできないとか、ゲームをね、円滑に楽しめる、より円滑に回るようにするようなシステムを組めないとか、あとはこういう容量の部分、サイズっていうのも軽量化させることができないっていう、まあ、これはありますね。そこにもう頭使えないんですよ。ブラックな企業とか、うまく回っていない企業っていうのは、これ割とありますね。まあ、こうなってきたゲームってのは、普通だったらまあ、やめどきなんですけどね。で、次ですね。僕の口癖は何ですかと。予想ではめんどくせえなだと思いますと。正解です。めんどくせえなは多分多いと思いますね。前、会社勤めして働きよった頃とかは、社長がおるって知らずにめんどくせえな、みたいな話をして、すげえ怒られた記憶がありますね。はい。まあ、口癖ではありますよ。本当にね、めんどくさいと思っているわけではないんですよね。うん。ただまあ、なんか自分の中で憂慮すべき事項っていうのが出来上がった時に、やっぱだるいじゃないですか。それをこなすのが。もうなんで、めんどくせえなっていう。これ出ちゃうんですよね。うん。そういう感情の発露ですよ。で、次ですね。コラボレーションなので、ダイヤ、銀貨ガチャってもう来なくなるんですかねと。いや、最近来てないですよね。まあ、来ていたとしても、新しいラインナップではないですもんね。うん、なんか昔の焼き増しみたいな、そんなんばっかりで。まあ、そこら辺でユーザーを楽しませる気っていうのはないんでしょうね。そこを作るぐらいだったら、課金ガチャ作れよ、みたいな。まあ、そんな感じの風潮が社内であるんでしょうね。でもダイヤとか銀貨の回収って、絶対しといた方がいいですよ。だって、それで、することによって、まあ、イベントだったりとか、通常戦闘だったりとか、まあ、そこら辺に参加させることができるっていうね。まあ、そこで、まあ、いろいろね、恩恵得られるんだったら、例えば、昔の銀玉のガチャみたいな感じで、まあ、トレーニング勲章入ってますよ、とかやったら、まあ、やっぱりですね、やった方がいいと思うんですよね。うん。まあ、それで、イベント参加させて、面白いな、っていう風に思わせて、通常参加させて、面白いな、っていう風に思わせて、まあ、ゲームを愛してもらって、課金をしてもらうっていう、そっちの方が、まあ、正当な手段ではありますし、そっちの方が重要なんですよね。うん、なんかすぐ公約行動運営とか、まあ、公約行動のプレイヤーもそうですけれど、すぐ裏道行こうとするじゃないですか。よくないんですよね。うん、初手から裏道ってのは、なんか簡単にクリアできることも難しくしてしまうようになって、最終的な伸びしろっていうのが少なくなっちゃうんで、すぐ裏道に行こうとする考え方とか行動ってのは、あんまなんかよろしくないかなっていうふうに思います。あくまで王道が一番ですよ。まあ僕ですね、ちょいちょい昔は不正してましたみたいな。まあこのゲームではないですけれど、すごく昔、僕が10代の頃とかは、まあ不正しまくっていた人間ですよみたいな。煽りまくっていた人間ですよって話はたまにすると思うんですけれど、まあそれをしていて僕が感じた部分、勉強になった部分っていうのは、今言ったように裏道を行こうとする人間、まあ晒しとか不正とかそういうね、裏道がよく自分の常套手段となっている人間っていうのは、肝心な普通の方法を使えば簡単にできることっていうのをわざわざ裏行ってそれでうまくいかんくなるっていう、まあそういうことが起きやすいんですよね。うん、これはね、まああんまり良くない。伸びしろが下がるってことは、まあ自分のね、まあ利益とかできることっていうのも、まあ年を重ねるごとに少なくなっていくっていうですね。人よりもどん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 減っていくっていう相対的に、まあ、そうなっちゃうってことなんで良くないですよね。まあそれで損してまた不正が一番なんだって思ってそっちに行ってしまう、裏道が一番なんだって思ってそっちに行ってしまうっていうね。これ良くないんで、まあ普通の手段を取れるときっていうのは、
取る癖っていうのを僕は作った方がいいなっていう、そういう場所にいて、まあ学びましたね。はい。何でもかんでもね、すぐ裏行くっていうのも、よろしくはないっていう。まあそれがかっこよく見える時期もありますよ。若い頃っていうのは。でもね、まあその大学に進む前とか、二十歳になる前ぐらいで、そこら辺もね、あ、これ、効率悪いんだっていう、させるようになった方がいいっすよ。そこの数学はね、できるようになった方がいいと思いますね。で、次ですね、栄光物資貯めてるんですけれど、ネクスト剣や永遠とかの通常版ってまた出たりしますかねと。永遠はもうありますよね。ネクスト剣の通常版はまだないか。ね、そこら辺もなんか出るようになるといいですけれど、最近なんかないですよね。昔はその、そういうね、限定色であった車っていうのも、通常色にして、まあ栄光ガチャの方に入れるってことをされてましたけれど、まあ最近は栄光ね、無料で結構回せますんで、そこにはもう時間使ってやんねえよみたいな感じの使い方をですね、するようになりましたよね。例年通りやったら、まあね、そういうなんもない時期、まあ2、3、4ぐらいはなんもないんで、まあそこら辺でね、そういうのの通常色を持っていって、課金してもらうって感じだったんですけれど、まあ今はもうね、電動ガチャあるんで、なんかあってもそっちを皆さん選びますから、大して意味ないだろうっていう風に、もしかしたら公営行動運営考えているのか、まあ課金されない要素にですね、そこら辺持ってきても意味ないよと思って、もしかしたら実装してこないのかもしれないですね。ネクスト限とか、あとは心理とか、まあああいうね、限定色もあって、豪華限定版もあるような車、いつもやったら来るんですけど、今年はどういう流れになるのか、ちょっとまあまず見ていきたいところですよね。